どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。というわけで続きをやっていきましょう。普通すぎるパワープロ実況をやっていきたいと思います。ガンガン練習進めていこうじゃないの。ここまで来たらいきましょう。急速アップ、まあスタミナに使うと思いますけどね、この筋力はね。ガンガンやっていきましょう。よいしょ。あ、これ来たか。タッグトレーニングなんか。おい、来た。お、監督お久しぶりです。何、投手としてどんな起用。あー、一応まあ希望の話でどうだ。一応まあ先発かなっていう。あ、これいいな。先発も中継ぎもできる投手、これ行きましょう。うん、中継ぎでもない、両方で大変なこと。そう、頑張りますよ。そっか、中継ぎでも、まあ、戦中ってことですよ、要はだから。まあ、頑張りましょうよ、それこそね。負けらんないですから。お、ホーム改造、下手すればいいの方がおかしい。思い切って挑戦してみよう。オーバースロー46。まずはですね、はい。こう、いけるか、これ。おお、今、大丈夫？お、いける？お、オーバースロー、そして、はい。で、なんか、技術が上がって、なんか、球速上がれ。なんもないんだ。まあ、よかった、悪いのが起きなくて。怖っ。あ、急速上がるけど、急速上げないな、多分。スタミナ B にしとこうかな。100にならないと B にならないパターンですかね、きっと。まあまあ、もうちょっと頑張んないとだ。ほい。制球アップ。急速アップだ、これは。肘か。何？懐かしいな、ユニフォーム着てドロンコになって。チーム名が何？そうそう、お元気ボンバーズ。すげえ名前だな。そう、大切に、オリジナルユニフォームする。え、何？そんなんの？さ、オリジナルユニフォーム。へえ、面白いね。1万ライト大川。はい、そして来るかな今回。オイラディアンスって、矢部くん下がってんじゃん。はい、任してください。期待に応えられるピッチングにしましょう。左バッターに弱くなっちゃってんだよな、その代わり。ちょっとなんとかしたいですね、そこだけは。でもまあ、逆に言えばシンカーがね、ちょっと曲がりやすくなったんです。そこかな。プラスマイナスで言ったらマイナスの方がでかい気もする。考えてみれば。行きましょう。まあ、だわ、いけ、よし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 、よし、完封。完封ではないにしてろ、ゼロに抑えたよ。あーしゃー、いただきました。まあ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 、うん、試合に勝った。十分いいじゃないですか、これ。そして、首位はカープ、ガンバルズ、5位。あー、パワフルズは5位ね。ガンバルズってなんだよ。31人に対して被安打5、あ、ってことはほぼ完封じゃん。全部で、最後までは投げたわけじゃないでしょうけど。うん、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。100と、あれ？ 110 か、じゃあ。105か。わかんねえ。休もう。はい。スタミナ B にしときましょう。お、診察室、はい。一番下、何？何ちょっと。やめて、ちょっと怖い怖い怖い。このまま進もう、うん。地下に診察室。へえ、ちょっと、マジか、どうしよう。いや、俺、この状態はね、崩したくないんだよ、マジで。ここは、そう、ない、に？特に、疲れてない。体が疲れている。ここ、怪我をしている。もっと強くなりたい。いや、それはまずい。もっと強くなりたいがやばいんだよな。どうしようかな。どうしようかな。いやー、くそ。体が、心が疲れてるってなんだかわかんない。心が疲れてる。他、全然疲れてません。はい。じゃあ、怪我をしている。深刻な怪我ですね。あ、肘、そう、肘。うん。サインする。お願い。うん。麻酔なし。やめて。いや、何？分離合体手術、何？気にしない。気にしても仕方ない。あっという間に終わりです。やめて。ちょっと待って。お願いしますよ。本当に。帰ればよかったかな、これ。ちょっと待って。やめてよ。何？お大事に。終わり？まあいいか。大丈夫？大丈夫？怪我をしてしまった。ダメ！ダメ！ダメ！球速 !1 キロか。よかった。1キロで済むんだったらよかった。いや、でもダメでしょ。この状態。骨折とか。いやいや、俺、怪我があるっつって、そんでもって、怪我。どう？もう少しか。それで骨折はダメでしょ。やる気やべえな、ちょっと。はい、もういいでしょ。もういいじゃん。もう許して。チームは負けたか。もう、はい。出て、はい。もう治ったでしょ。よっしゃ。やっと退院。はい、気をつけます。やる気がもうひどい。やる気が。どうしようか。遊ぶじゃ1段階しか上がんないから、これデート行った方がいいのかな。デート行くか、ちょっとデート行ってきます。はい。ソラちゃん。はい。すいません。どっかちょっと行きましょうっていう。映画館。そうだね。映画館行けるって言ってたもんね。
遅いわね。ごめんなさい。ごめん。カンカンだった。いつも3倍やってた。女の子に評価下がった。やる気は？やる気上げたかったんだけどな、俺としては。まあ、仕方ないか。なんとか、このままじゃまずいな。そろそろだって試合来るべや。もっちょっと、つか、容赦、やる気普通になった。よかった。オールスター。うん。大丈夫か、これ。呼ばれてはないんだな。はい、まさか？え、嘘？あ、はなんだよ！内野自由席のチケットが2枚って。ああ、やべと見に行ったら、出場できるわけじゃねえのか。悲しすぎるでしょうよ。はい。レベルが違うです。おい、やる気上がったんだよ。よかった。結果おれ、結果おれ。見れなくて、ただなんか評価下がると嫌だもんな。はい、変化球アップ、ちょっと。お、特別な練習行きましょうか。はい、分かってますよ。ゲームの変化球ですね。行きましょうか。体力あるからいけるでしょう。はい。欲しい。こんにゃろ。はう。まだまだ。お、いいじゃん、これ。どうにもうまくいかない。なんで、評価下がるだけってやだな。甲子園大会。流星高校で、ベスト4に入ったし、あいつらアンドロメダ高校で2連覇。へぇ、ワイはこう、当てたことないんだ。信じらんねえって。監督に過ぎる。何ね、どうしたの？ドライチはいつもオペッカ使ってやったりしてな。何ちょっと。球速も速くない。一応制球力と変化球は一級品だけど。俺はもう帰るぞ。どうしたのちょっと。なんかあった？室内練習中声がするぞ。え？そうか。やはり、何？疲れがなかった。ちょっとなんだよ！うわー、怖えな。そのパワフルじゃなかったりします。なんかちょっとスパイだったりして。そんなことないやな。でもドライチで。やる気があった。やる気が絶好調。よかったー。でも、球速をください。150キロに戻しておきたい、せめて。よいしょー。打点にして練習するぜ。球速150。あ、やった。1段階アップ。怒られたー。はい。いや、でも守備は大事なのはもうよくわかってますから、本当に。俊敏性だけが B にしておこう、せめて。よし、ちょっと休もう。はい。そういえばあったね、これ。同じやつだ。そう。通信販売の話なんですってねって疲れたまるのは嫌だな。母さん。マジか。有名選手。誰？福屋さんからもらおう。すいませんって。まあ、これでね、評価も、確か、なんもないんだ。やる気上がるんだっけか、確か。じゃあ、もったいねえな。よし。急速練習が今、すげえもらえんでね、今。先発オーダー来ました。はい。まあ、そろそろちょっともう、もっと頑張んないというか、スタミナ B だから。はい、頑張ります。完投できなくはないよね。もっと頑張ります。だから、左投手に弱い。左バッターに弱いのが本当にきついな、でもそう考えたらなおさら。絶対王引くもんね、そういうのって。恐ろしいな、うまくいくといいけど。はい、行きましょう。まずはだから、できるだけこう、勝手に進まない。0-0 で一切ピンチを背負わないというのが理想なんだけどね。ランナー一塁ぐらいで、まさかの安倍ちゃんがバントだとは？いや、これはね、間違い、やっちゃうよ。江藤さん、マジか。あの江藤さんが、やめて！もう、マジかよ。あれ、なんか普通にパコーンと当たっちゃうんだもんな。いや、ちょっときついな。もっと頑張んないと。おい、シンカー。嘘！ジャストミート！でもこれは、オッケー、正面。1点ぐらいだったら、またピンチか。ランナー1人でピンチっていうのは、ピンチって言えんのかな、これ。2塁になったらピンチってパターンですよね。いつも最近のパワプロはそうですよね。こう、スコアリングポジションになったらやってくるみたいな。そのパターンですからね、普段は。よっしゃ、三振。オッケー、さあ次。新岡さん、24本持ってんのか。やばい、ってことは試合はもう、でも考えたらもう終盤ですもんね。だって、あれ終わってますからな、オールスター。よっしゃ、1個。お願い、援護。よっしゃ、来た、援護来た。よっしゃ、1失点で抑えるよ、このまま。うわい。ストライク。進化。うおっと、これは抜けそう。おー、ナイスキャッチ。そう、その守備。でも投げないのね。でも投げないのね。あ、そう。わかりましたよ、もう。いいですよ。なんとか意地でも安倍ちゃん三振取ってやるさ、この野郎。取れるかな？不安しかなー！しまった！はい、切れろ！あっぶない、もうやだ！やだ、もう！心臓に悪い！よっしゃ！オッケー、ワンストライク！これでゲッツー取れば最高！江藤さん、やだ！ボール球！振ってくんねえか。スイヤー！
オッケーいいぞ。はい、進化。ごい。もう強振とかやめて、やばいやばい。うわー、危ねえ。ドロップ。よっしゃー、三振。よっしゃ、いいぞ。川中。今んところ、相性はいい気がする。でも、変にヒットでも打たれたら、それ最悪だからな。よし、いいぞ。はい、ストレート149キロ。よっしゃ、三振。ピンチを背負って3者連続三振いただきました。試合をストーと逆転勝ちさ、逆転さよなら来ました。よし、来たー、いいね。一気にこれ、順位上がるんじゃない？いや、俺頑張りましたよ、今回かなり。1失点だったけどね、結局。でも全然、首位は、4位、ちょっとずつ上がったな。29人に1、おー、いいじゃん、いいじゃん。頑張った、頑張った。うん。現在の順位4位、ちょっと遠いかな。うん、もうちょっと頑張らないとですよね。球速もう150いくだろ。行ってほしいな。行った。よっしゃ、球速150キロ。あとは技術ポイントも B にしといて、コントロール上げよう。コントロールも B。こうなりゃ。あとは、はい、制球。よいしょ。いいですね。このままどんどんちょっと、BB だったらもっといいピッチングできんじゃねえかなと思います。お！縦にしより、これ俺、美味しいな。さてさて、どうだ？これで結構上がるんじゃない ?29 か。だから5段階上がるか。3。155から B と見た。すごい、もうなんか毎回そんなこと言ってるけど当たった試しないんだよな。はい。お！あ、ステップアップ、ありがとうございます。よいしょ。さあどうだ ?150 来た !155BB。いいじゃないですか、150キロで BB って。あとは変化球。79か。いけないことはないな、1段階あと。休もうちょっと。はい。はい、先発オーダー来ましたね。鈴木、おい、どん、まあ、ここは自分、またピッチャーだと思うんですよね。なんか、矢部くんがどんどん順位下がってるんです。順位っていうか、打順下がってるんだけど。さあ、頑張りましょう。どことの試合、次。おー、来ました、阪神タイガース。次回へ行きたいと思います。お楽しみに。じゃあね。ワボール。ボール先行。おっ！え？やっ！よっしゃー、来たー、やった、優勝決定、さよならホームラン、やったー。